I want to be a hero.未だに信じられない。この僕が、無個性だった僕が憧れの雄英高校にいるなんて。小さい頃からオールマイトみたいなヒーローになりたいと思ってた。もう大丈夫、私が来た。オールマイト、僕の憧れ。オールマイト、本物のヒーロー。でも僕には個性がない、僕には何の力もない。みんなに言われた、個性も持たない奴がヒーローになれるわけない。諦めろ諦めろ。幼馴染のかっちゃんはすごい個性の持ち主だった。こらデク、ボツ個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。かっちゃんの力を見るたび、僕は何度もくじけて夢を諦めそうになった。そしてあの日、オールマイトにも。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？しぼんでる？度重なる手術と後遺症で憔悴してしまった。私のヒーローとしての活動限界は今や1日3時間ほどなのさ。夢見るのは悪いことじゃない。だが相応に現実も見なくてはな、少年。憧れの人にも言われた、現実を見ろ、夢がしぼんでく。僕だって僕だってあなたみたいなヒーローに。そしてあの日、奇跡が起こったんだ。あっちゅっしょ、あっっちゃん。夢が叶う日が来なくたって、自分の心捨てられない。ヒーローになれなくたって、目の前の君を助けたい。デク、あっちゃん、なんでなんでって分かんないけど、君が助けを求める顔をしてた。フロイツだって命かけ、デトロイトスマッシュ。オールマイト、君の身の上を聞いていなければ、私は口先だけの偽金となるところだった。ありがとう。トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くは話をこう結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。君はヒーローになれる。僕らはいつかトップヒーローになってやる。ヒーローに、父ちゃん母ちゃんのために。僕らの夢見る、あいつを超えるために。私の力、受け継ぐに値する。僕はオールマイトの力、ワン・フォー・オールを受け継いだ。